金融動物園長期積み立て分散。おい、普段投資投資って言ってるけど、結局貯金と投資どっちがいいの？それここで聞きます？私は貯金は必要な分だけ最小限、投資は可能な範囲で最大限行っていますよ。どっちと言われると難しいですが、どっちも大事ですね。むむむむ、最小限と言いますと？現金で保有しているのはもしものために生活費を数ヶ月分といったところでしょうか。ある程度使うであろう金額や急な出費に備えることができる金額を最小限銀行口座に残し、残りは資産運用に回していますよ。投資しすぎて生活は大丈夫なの？貯金についてとあるデータがあるので見ていきましょうか。現在低金利時代に突入し、銀行に預けた金額、つまり預金で増える金額はわずかなんです。なに？確かにこの前利息って通帳に書いてあって2円振り込まれてたな。預金の金額次第でもう少し増えるケースもありますが、低金利時代ですので、どこにご自身の資産を預けるか今一度考えてみてもいいかもしれませんよ。投資は怖いし時間もかかりそうだけど、資産は何とかして増やしたいな。僕もお金に働いてもらいたい。ナビー先生も昔リサーチにものすごい時間をかけてたんでしょ？そんな話しましたっけ？顔に書いてありましたよ。うん、それはさておき、働きながらの資産運用は本当に大変。まず金融商品を決めます。うわー、もう考えただけでやっぱりきついよ。本格的に投資で生活費を稼ごうと思ったら、とにかく投資する企業、商品をリサーチ。リサーチに終わりはありませんよ。やっぱり趣味の多い僕にはきつそうだな。私も昔は個別株一択、会社のリサーチに膨大な時間をかけ、お猿さんがダーツで決めたポートフォリオに勝てるか勝てないかの議論は有名ですが、私は勝てませんでした。先生よりお猿さんの方が運用成績良かったの？そして暴落を経験しました。そこから有事に備えるためにはリスクの分散が必要だと感じ、分散投資を覚えました。個別株のリサーチに時間を割けなくなってからは、投資信託を中心とした株と債券を決めた比率で購入したり、リバランスしたり。なんかリサーチやめても忙しそうだな。だから、そこは自動化に頼ることにたどり着いたんです。そしてウェルスナビが作ってくれているポートフォリオは私の考えにぴったりでした。先生がやっていたことをウェルスナビは代わりにやってくれているんだね。ええ、時間に余裕ができたので、今ではこうして YouTube に出たり、実は時々息抜きがてら馬車のお仕事もしてますよ。先生が馬車の仕事を別でしていることにびっくりしてます。最初に言いましたが、貯金は必要な分だけ最小限、投資は可能な範囲で最大限。ウェルスナビのおかげで資産運用のための時間も大幅に減り、気持ちにゆとりを取り戻せましたね。ウェルスナビだと預けるだけで全部やってくれるもんね。今日も教えてくれてありがとう。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いいたします。